まあ、それぞれの煮え方がどうかって面がありますが、お米は、炊くときにそのまま、お米のまま入れています。秦野のお米ですね。別に研いでません。で、20分ぐらい少し強く火をつけて、あとは20分ぐらい蒸らしてっていう感じですね。で、これは餃子を入れたりしてます。豆腐が入っていますね。で、カレー粉が入ったり、いろいろスパイスが入ったりしてます。今日はお酢を入れたり、ちょっと日本酒を入れたりして、最後、焼きそばをこう蒸す感じで入れてます。ウインナーとかも入ってますね。豆腐が決め手かな。餃子も決め手かな。ありがとうって感じです。